皆さんこんにちは、サイキックフィーバーです。先日開催しましたサイキックフィーバーファンクラブイベント2024ドリームフォーエバーのアーカイブが公開されました。イエーイ、イエーイ、イエーイ、グイン。はい、もちろん今回のイベントの様子は見れますし、うん、なんと今回は特典映像もあります。うん、はい、なんとまずはね、今回のファンクラブイベントどうでしたか、つゆくん。いやめちゃめちゃ楽しかったんじゃないですか。でもね、はい、僕たちこう企画するときに本当にこう仮装だったりとか、いろいろハロウィンなんで ね、 そうですね、なんかこうイベントね、絶対これこうしたらああしたいっていうのを実現できました、うん、はい、うん、楽しみですよ、本当に、うん、なんかね、ぜひ見てほしい、見てほしいですね、何回も見てほしい、お願いします。お願いします。イーサーどうでしたか。いや、そうですね、やっぱ今回、まあ、ハロウィンってこともあって特別な公演になったと思いますし、うん、まあ、今回パフォーマンスもね、がっつりさせてもらったので、まあ、そこも今日しか見れないパフォーマンスがあると思うので、そこも楽しんでもらえたらなと思います。お願いします。お願いします。君はどうですか。そうですね、もう皆さん言ってしまったので、うん、もうないんですけど、内容だけではなくもうね、その日、もうこの日しか見れないものがね、すごくたくさんあると思うので、うん、この日にしかないパッケージと、この日にしかないコスチュームを着た僕らが見れると思いますので、もちろん企画も面白い企画いっぱいさせてもらったので、そちらもぜひ楽しんでいただけたら嬉しいです。はい、じゃあ、レン君、どうですか。はい、あ、そうですね、まあ、去年開催したラブフォーエバーが続いて、ドリームフォーエバーも開催できて、やっぱり、皆さんと楽しめる、本当にあの空間ってすごいかけがえのない、思い出だなと思ったので、本当に映像でも伝わるぐらい本当に楽しい空間になったなと思っているので、ぜひチェックしてください。お願いします。お願いします。お願いします。さあ、リュウシンどうですか。はい、去年はラブフォーエバーということで、こう愛を伝えるようなこう時間になって、うん、今年はドリームフォーエバーで皆さんと夢のような、はい、夢を叶えよう、夢のような楽しい時間を過ごそうということで、ドリームフォーエバーということは来年はどうなるのかっていうのは、うんうん、お、確かにね、皆さんね、ラブドリームときたらあれしかないですよね。ということでね、まあこう今回、去年、今年もそうですし、こう皆さんと一緒にこうファンクラブイベントを通して、また来年はこういうのをしたいっていうのももう話もしていますので、ぜひね、これからもファンクラブイベントだったりいろいろあると思うので、楽しみにしていてください。おい、さあ、ココさんお願いします。ですね、何笑ってるんですか。いや、もう徐々に結構、徐々にね、どうしようみたいな、どうしよう、まだ言ってないことがね、確かにちゃんとありますね。いや、言える範囲でとか書かれてますまあ難しいんですけど、まあ、間違いなく本当に楽しかったですし、この回でしか見られない内容には間違いなくなっていると思いますので、本当に笑いありきた涙なし、あれ聞いたのだからそうなんで、めちゃくちゃ盛り上がる内容になっていると思いますので、ぜひよろしくお願いいたします。はい、お願いします。この映像はね、会場に来れなかった方はもちろん、はい、来た方も改めてこのシーン近くで見たいなとか、うん、一回見たいなとか、近くに、はい、っていうのができる映像になっていますので、ぜひそちらもね、楽しんでもらえたらなと思います。はい、詳細は CL 内のペーパービューチケット購入ページをご確認ください。お願いします。ぜひ楽しんでもらえると嬉しいです。またお会いしましょう。以上、サイキックフィーバーでした。たくさん見てね。じゃあね、ジョイン。